今日が、5日かね。5日やね。10月5日土曜日。今何時頃かな？もう、10時までまたならんと思うんやけど、9時40分とか、その辺かな。いやね、大根またね、一段と、もうほんとしっかりしてきたよ。もうこのね、表面があるやろ？ここ。よりも、もうね、ほら、背はもう抜かしてきたし、そろそろね、ちょっと支柱を、内側にね、こう、内側に支柱立てて、こう、なんつうかな、虫除け今しようでしょう。そのね、虫除けが、あ、これやっぱこう、ちょっと土寄せをしっかりせんと、うん、あれやな。まあ、こういうのは後でもできるんやけどね。こっちは結構、真ん中のね、やつは結構深めにしとるけど、こっちは横が、うん。しかも、これ、2本あるよね。2本ね、くっついてあるから、そろそろどっちか取っちゃらないけんな。安定がいいのは、こっち側やね。もう外の方を、ちょっとね、わざとに、もうこっち倒してもいいから、こっち向きにして、おっと、ちょっと風で、あれやったか。防虫ネットが飛んできた。だから、ここを、もう間引く、あと、もう何日かしてね、もうちょっと葉っぱがね、こう楽しめるような、あれで。だから、こう二つね。こうを残して、こう二つを最終的には間引くようにしようと思います。本当言ったらね、こっちを間引けば、三本いけそうなんやけど、もう今年は二本にしようと思ったけどね。ちょっと大きめにして。うん、どうしようかな。やっぱこっちを抜いて3本っていう方がいいんかな。まあ、とりあえず今はまあ考えんでいいけんね。このままにしとって。んでね、次はこっち。ね、大きくなってきとうやろ。ここちょっとしよっか。ね、今ちょっとアップにはしとんやけどね。ここ。もうちょっと引いてやろうかな、やっぱり。うん。こう引くと、もうここら辺にも2個ぐらい出て、こっちにも2、3個出て、こっち出て、もう順調に出てきてますね。まだまだ間引きするよりかは、もうちょっとしっかり育ててからの方がいいと思うから、まあ、まだまだよね。まだだって。今日で4日目 ?5 日目そんぐらいやから。多分これね、月曜か火曜に、その辺やけん。ね、まだ今日、土曜やろ。うん。あさってぐらいで丸1週間なんかな。巻いて。明日はね、ちょっと血圧計がね、家に届くんですよ。やっぱ血圧ちょっと高くて、先生からね、いや病院で測ればいいやろって言ったんやけど、いや起きた時と寝る時の、要するに交感神経、副交感神経、その切り替わった時の血圧が知りたいけんつって。まあ安い3000いくらのやつでね、手首とか指とかにつけるやつじゃないで、やっぱり上腕のやつがいいって言ったんで、ちょっと上腕で測るやつを、3000ぐらいであるよとか言ったけど、本当って、1万ぐらいするんやないと思って、ダイレックスとか、あと、なんつうかね、サンキュードラッグとか、まあ、安めのドラッグストアとか、そういうところとか見ても、安いでもやっぱ5000から1万の間なんよね。高えなとかも言って。まあ、アマゾン見てみようと思ったら、3200円ぐらいのなんかあったんで、で、シンプルなやつがいいって言ったから、それもね、本当シンプルなやつやったんで、それを買ってね、ちょっとね、うん、
で、あとは薬飲みながら、めまい体操だとかしながら、またしばらくしたら治るやろうと思うんやけど、治っちゃ出て、治っちゃ出てするみたいやね、どうもね。いろんなこの調べ打ったら。なんか耳石っていう、耳って書いて石って書いてね、耳石っていうのがなんか影響したりしてなんかなるやらしいんですけど、まあ一般的には2、3週間ぐらいで、出てからね、発作が出てから、発作っていうかあるよね、めまいのねが出てから2、3週間ぐらいでだいたい一般的に収まるらしいんで、あんまりそのね、まああまり気にしてないんやけど、とはいえ出た時はもう気持ち悪いんでね、目がグリグリするし、もうグリグリ中かグラングラン、もうめまいがして目の前が回転する、グラーンと、まあそういうののね、まあ、薬も飲んどうしね、飲みよるんで、んで、まあ、あと血圧はちょっとね、気をつけんと、まあ、170超えとうけんね、やっぱ高いもんね、下が110ぐらいあるんやから、ギャップだけでも5、60あるわけなんで、よくないですよね。上と下のギャップが結構ね、大切みたいで、50を超えたらやっぱちょっとあんまり良くないらしいですよ。上も下もね、あれやけど、高いんやけど。で、今度はブロッコリーやね。このままこうしたら、このブロッコリーかけね。よっしゃ。このブロッコリーもね、もう本当になんつうんかな。まあ順調にちょっとずつ背が高くなっていきようかなと思うんやけど、どうなんかな、もうちょっと土持ってやった方がいいんかなっていうのもあるけど、まあ、このまんまでもいいかなっていう気もするし、まあ支柱立てとうからね問題ないと思うんですけど、そうやね、これはまあ長いよね、出来上がりが2月って言ったからね、収穫始めが多分2月から今ね、春先ぐらいまでバタバタ、まあこれ奥手のね晩生種やから収穫量はたくさん取れるらしいです。1個の株でまあ40個ぐらいとか買い取ったけど、まあそこまで取れんにしてもね、例えばもうその半分でもいいとするじゃないですか、それでも2株あるけん、まあ結構取れるやろうと思って、これも楽しみですよね。でチンゲンサイはね、さっきのまあ今年中には収穫できる予定にはしとんですけどね、だいたい1、2ヶ月、30日から60日って言いよったから、もうここから結構早いと思うんですよね、芽で出だしてから、そこそこね、これは今日はねちょっとね小倉行こうと思いよったんやけどね、ちょっとやっぱやめようかなと思ってね、しんどいでね、明日調子が良ければ行こうかな。大根、大根綺麗やろねえ、葉っぱも順調で、まだ水やりやってないんやけど、もう今からやろうかな。じゃあね、そろそろこの辺で終わろうと思います。トマトもまあそう大してまだ変わってないけど、トマトもこのままね、水やりはねちゃんとやるけど、もうあとはいらわずにそのまましとったらプリッとできるんじゃないかなと思います。じゃあね、皆さん良い一日をお過ごしください。では。